糸内親王万門、立花の早なりは、平安時代初期の貴族、諸家。三位、立花ならマロの孫。宇宙弁、立花の入居の抜子。官位は、十五位下、田島ゴン森、増十四位下。諸に秀空海、佐賀天皇と共に三筆と称される。延暦二十三年に、最長、空海らと共に、剣討士として、唐に渡る。 中国語が苦手で、語学の壁のために、当の学校で自由に勉強ができぬと嘆いている。おかげで語学の負担の少ないことと書を学ぶことになり、大道元年の帰国後はそれらの第一人者となった。上は7年に田島ゴン森に任せられる。後、いと病により出資せず、一時期は静かに暮らしていた。上は9年の佐賀上皇が没した2日後の7月17日に、 皇太子、常貞親王の東国への移送を画策し、謀反を、くわてているとの疑いで、友の小阿弥と共に捕獲された。両者は、杖で何度も撃たれる拷問を受けたが、両者共に罪を認めなかった。しかし、7月23日には、人形天皇より両者が無本人であるとの象徴が、出され、東宮坊が、兵によって包囲された。結局、大納言。 藤原嵐や中納言、藤原義の、三二、紛宮の秋津は面刊され、常貞親王は皇太子を廃された。早成と小阿峰は最も重い罰を受け、早成は生を、否認と改めた上で、伊豆国へ、小阿峰は、沖国への流罪が決まった。早成は、伊豆への護送途中、とうとう海国宝月で病没した。六十四歳という。この時、 早やなりの後を追っていた娘は、ケー駅まで来た時に、父の死を知り、悲嘆にくれた。その娘はその地に父を埋葬し、二となりなを、妙気と改め、墓の近くに草案を営み、母提を弔い続けた。死後、早やなりは罪を許され、歌唱三年、太子皇太后、立花の勝値子の没後間もなく、聖五意下の遺械を送られた。 その際に、早成の娘の高校の話が、とに伝わり、称賛されている。忍受三連には、十四下が増位された。忍南元年には、立花の異性によって、伝記、立花の早成伝が表された。また、無実の罪を背負って死亡したことで早成は、怨霊となったとも当時の人々に考えられ、上岸五年に行われた、御霊会において、ふや宮田ま 沢羅親神皇、伊予親神皇などと共に祀られた。そして、早成は現在も上五霊神社と下五霊神社で八所五両の人柱として祀られている。在等中、書は竜草原に学び、当人は早成を立花秀祭と称賛したという。ただし、早成の親戚として確認できるものは今日ほとんど伝わっていない。その中で、 空海の三十条冊子の一部分、幸福寺南遠藤堂東大名、糸内親王岩門が早なりの筆とされていて、確証は未だ見つかっていないものの、早なり以外の書家から、書風の可能性を乱すこともできないため、早なりの筆との説が有力視されている。糸内親王岩門は、関武天皇の第八王女、糸内親王が、聖母、藤原平子の遺言により、 天朝10年9月21日、山品寺東院西道に、高等度協領として、根伝16丁余り、小一所、畑一丁を寄進した、際の願門である。構造紙に、行書で68行あり、末字に、糸の二字がある。手で押された、内親王の手形が25箇所ある。書風は、王義史風であるが、その中に、 当人の新しい気風が含まれており、軌道変化の妙を尽くし、気象白大と評されてもいる。魚物。性格は豊単で、細かいことには関わらなかったと伝えられている。ありがとうございます。